私が守るの。だって私の方が好きだもん。とか何言わせんの。もうバカ。おかえり、お兄ちゃん。Peace.
押しかけちまってすんません。二人で話したかったっつうか、先輩に聞きたいことがあるっつうか。なんだその、あー、プレゼント何が、あープレゼントをしたいんす。何が喜ぶかわかんねえから、先輩に聞きてと思って。お、女にあげるんすけど。告白だ？だ誰にだよ。そのお袋にあげてえなと。だって先輩女にモテそうじゃないすか。女の好きなもんとか詳しいかもって。頼んます。俺全然わかんねえからよ。どうしてもお袋喜ばしてんだ。実はお袋入院したんす。あ、つっても検査だけで、もう退院したし全然平気だったんすけど、でも検査つらかったっぽくって、なんつうか頑張ったでしょうみてえなのをやりてえなと。からかうなっつーの。見舞い行ったんす。あの病院にお袋がいるとこなんて見んのも辛かったけど、そん時お袋が俺見て言ったんすよ。あんたは変わったって。あんたはやっぱりお父さんと私の自慢の息子だって。笑っちまうよな。頭悪いし、すげえ迷惑かけてるこの俺が自慢とかよ。なこと言ったらお袋の方が自慢じゃないすか。こんな俺を育てて文句の一つも言わねえで体こき使って、誰からも褒められねえのによ。だから俺がたまにはお祝いぐらいしたって罰は当たんねえと思うんす。目から水出てきやがったぜ。お袋の言う通り変わったんす。変われたんすよ。先輩らに会って、俺先輩らに会うまでは変な目で見られんのが嫌で、荒れてごまかして胸張れてなかったっす。俺が俺の自慢じゃなかったけど、先輩らに会って気づいたんす。多分どんな俺でもいいんすよ。それでてめえが胸張れんならお袋もきっと自慢っつってくれる。俺はお袋や先輩らにだって誇りに思ってもらえる男になりてえ。だからまた道見失っててめえごまかさねえように生涯かけててめえ自身と喧嘩してくつもりだぜ。
新しい力か。これもきっと今の俺なんすね。でもってこれからどんな風にも変わっていけんすよね。俺はてめえのためじゃなく人のために戦いて、死ぬときゃ勝つかどうかより背中にかばったもんを守って死にて、そういう男でいて、いつかあんたのことも守れるようなそんな男でいてんだ。そういうとこが先輩の器のでかさっすよね。先は長えな。じゃプレゼント作るとしようぜ。お袋へのプレゼントっすよ。先輩の分も手芸道具あるんでバッチリっす。寒いんで寝るときあったけえもんとかいいっすよね。毛糸で中に湯たんぽ入る抱き枕ってどうすか。題してぬいぐる抱き枕。俺と先輩が力を合わせたら傑作できるぜ。お袋、先輩の話をすげえ楽しそうに聞いてるんで絶対喜ぶと思うんす。やっぱよかったっす。先輩に聞いていい案っすよね。おかえりなさい、クマ。
ありがとうございます。ここも一面雪ですね。寒いけど冬は好きです。静かだし、なんだか急に平和で、ようやく少し慣れてきたような気がします。町の人たちはみんな今回の騒ぎを見つめ直して、町のために生かそうと努力を始めたみたいですね。何でも昔のお祭りを復興する企画なんかが検討されてるみたいです。町おこしということらしいですが、みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな。でも時が経てば全ては薄れてしまう。重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。辛いことを忘れていけるから、人は涙を拭いて立ち上がれる。けれど、忘れるから、人は繰り返してしまう。慣れてゆけることは強さなのに、慣れるから、人は間違える。でも、あなたと出会って、その疑問に、僕なりの答えが見つかった気がします。きっと、心から大切なもの、守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな。大切な誰かがいれば、忘れても慣れてもその人のためにより良い未来を目指していける。もちろん僕にも大切な人たちがいます。だから僕はできることは何でもやっていこうと思ってます。その人たちのためにも、僕だけじゃない。皆さんも僕の力になってくれる。生かされてるんですね、僕は。そんな風に思ったことは一度もなかった。教えてくれたのは他でもない、あなたと、そして大好きな仲間たちです。ありがとう、本当に。僕の心に芽生えた新しい力。まだまだ変わっていけるってことなのかな。これからもいろいろなことに気づいていくんでしょう。それさえできればいつだって変われる。僕だけじゃない、きっとあなたも。恋は怖いですね。いつだって知らない自分を引き出してくる。だけどあなたはどんな僕でも受け止めてくれる。僕が自分をごまかしてさえいなければ、僕はそんなあなたに好きでいてもらえる自分でありたいです。すみません、びっくりして。あの自分で言ったことが急に恥ずかしいな。好きです、僕もずっと。
おかえり、クマ。ないな。
お。よし。まだまだいけるぞ。これ、渡しとく。じゃ、帰るか。俺、もう見ないふりはやめる。うんうん。なんだと？ありがとう。マジ？サンキュー。
方ないじゃん。好きになるじゃん。噂とか人が言うこと全然気にしないで、私のことまっすぐ見てくれた。ありがとう。これもらって。ありがとう。もっといいでしょ。好きだよ。おかえり、クマ。
もっと行きたかったですよね。ありがとうございます。じゃあ、また。お兄ちゃん、おかえり、クマ。この日が来るのをクマずーっとずーっと待ってたクマよ。さあさあさあ、遠慮せずに入って入って。そして遠慮せずにただいまのチューを。恥ずかしがらずに夢中って、プリーズカモン。しどい。きっと奈々ちゃんはそんな意地悪しないクマ。今日は奈々ちゃんが戻ってくる日だから、クマ一生懸命お迎えの練習してたクマ。そうだ先生、優しく抱きしめるってどうやるクマ。陽介の部屋にあった必勝法の本に書いてあったクマ。よし、なんかわかったクマ。クマ、頑張るぜよ。ちょっと見ててクマ。クマ前振りから全力でぶちかますけん。ナナちゃん、君は僕の小さな太陽さ。ウェルカム。おう、ただいま。取り込み中か。お兄ちゃん、ただいま。あ、クマさんだ。ナナちゃん、元気になったクマね。ナナ子、あんまりはしゃぎすぎるとまた痛くなるぞ。ならないよ、もう治ったって先生言ったもん。やれやれ、ま、今までずいぶん我慢してきたからな。お前にもいろいろと世話かけたな。今日は豪勢な出前頼んどいたぞ。あのね、今日のお寿司ジョーってつくんだよ。いつものより高級なんだって。ナナコ、ヒラメと小肌。それじゃあナナちゃんに会えたことだし、クマはそろそろ実家に帰ります。クマさん、もう帰っちゃうの？
だって、ナナちゃんたちが帰ってきて、先生もう寂しくないし。それに、クマ、ここんちの子じゃないから。先生、それじゃクマもいていい、クマか。クマさんは、お兄ちゃんとナナ子の友達でしょ。友達は、一緒にいていいんだよ。ね、お父さん。寿司だからって気にすんな。今日は祝いの席だろう。パパさんまで。クマ、幸せ者クマ。すごい、いつもよりピカピカしてるね。さすがにいい値段したからな。うまい。お兄ちゃん、お寿司おいしいね。しまった、またサビ抜いてないな。ナナコ、取ってやるからどれがいい？取り分けてから始めりゃよかったか。うまくま。よ、お前と二人で話すの何気に久々かもな。ここんとこ売り場が結構忙しくってさ、相変わらず相談係みてえのもやってるし。お前には迷惑かけたよな、ジュネスのゴタゴタでさ。それマジ？それとも気使ってる？ま、どっちにしろ大物だよ、お前は。あん時は、なんでこんな目に遭うんだって、イライラしっぱなしだったな。店長の息子ってだけでこき使われて、その上いろんな奴が自分の都合を押し付けてきてさ、誰も人のことなんか考えてねえって思った。けどさ、
今はちょっと違って。やっぱ俺、一周回って人に頼られんの好きだわ。そういう自分を浅ましいとかも思ったけどさ、単純に頼られんの悪くねって思うし、人のための方が頑張れるしさ。ななこちゃんがさらわれた時、俺意外と頼れる感じじゃなかった？な普通に返されるとすげえかっこ悪いな俺。ともあれさ、あの時は結構頑張ったわけですよ。もちろんななこちゃんを助けたいとか、事件解決したいとか、そういうのも強かったけど、お前が辛いと思ったから。生ためを落とすとかって時さ、俺見えてなかったわけじゃん。憎いとかこいつが悪いとかでいっぱいで考えるのをやめてたんだよな。ジュネスのもさ、同じじゃねえかって思うんだ。みんな自分の都合や保身ばっかだけど、知らねえようでぶった切っちゃ何も見えない。それじゃあ大事なことを見逃すし、自分に胸を張れない、頑張ったって言えない。俺は頑張ってたいな。大事な人に喜んでもらいたいから。新しい俺の力？マジかよこれ。俺さ、この1年で感謝したいこといっぱいあるけど、やっぱ一番はお前と出会えたことかもしんねえ。お前が道間違った時にはさ、今度は俺がぶん殴りに行ってやるよ。たとえどんなに地の果ての真っ暗な場所までだってな。それが相棒ってもんだろ。